被害者のことを一番よく知っている遺留品のように思うんです。遺留品係？お前の仕事は何だ？遺留品の選別と鑑定の優先順位をつけることだろ。大体おもちゃのピアノが事件にどう関係があるっていうんですか？ありますね。音の弱い部分があるわね。お前は人を不愉快にさせる名人だな。僕に時間をいただけませんか？遺留捜査4月13日水曜夜9時スタート。